皆さんこんにちは、ともみです。今回はメイク動画、イエーイ。そう、普段メイク動画を出したことないのでどういう感じになるかわからないんですけど、いつもは仕事のメイクとオフの時の休みの日のメイクを分けてるんで、今日は休みの日のメイクの方を紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。レッツゴー。次に下地を塗っていこうと思います。で、下地はこちらのケイトのなんて書いてある、セレクトスキンメーカーゼロっていうやつを塗っていこうと思います。リキッドタイプですね。これを手の甲にとって、だいたい目安にするんですけど、私の場合はこれくらいの量塗っていこうと思います。まず頬から、塗り方はね結構適当なんで、ザッて塗ります。指でちょっとなじませながら塗っていきます。そう、この肌に沿って塗っていくと結構綺麗に塗れるので、塗り方がわからない人はちょっとでも参考にしていただければなと思います。おでこの場合はこう額がこう、なんて言ったらいいんだ、額がこう広いんで、まず真ん中塗って対角線上にこう塗っていくと綺麗に塗れます。で、鼻筋も手で塗って、案外馴染んだなって思ったらスポンジでタッピングしながら塗っていきます。メイクしながら喋るの難しいな、意外と。で、手も動かさないといけないし、こうやって説明もせなあかんからむずいけど頑張ります。はい、下地はこんなもんですかね。多分これで馴染んだはず。うん、馴染んだはず。でしたら、次はファンデーション。次もこちら、こちら。と、ケイトのザ・ベースゼロのファンデーションを塗っていこうと思います。これも手にさっきみたいな感じの量を取って、こう同じように塗っていきます。ファンデーションはそれ人それぞれ自分に合った肌のやつが合うと思うので、私の場合はケイトが合うのでこれを結構使ってます。ファンデーションは終わりました。で、次にこちらですね、こちらとフェイスパウダー。フェイスパウダーはもうケイトのグロータイプのちょっとキラキラとしたラメが入ってるパウダーを使っていきたいと思います。で、パウダーは押さえる感じで塗っていくと綺麗になります。こう額を押さえる感じで塗っていくと、肌がサラサラに見えるので、塗るときはこう顔に沿って塗っていくといい感じです。順番はもう適当ですね。順番はうん、普段こんな感じでメイクしてます。参考になればいいですけど、どうだ。最
最後におでこの額を塗ってファンデーションが完成しました。はい、ということで一回ちょっと筆で整えていきます。これで顔のベースは完成したので、次はアイライナーからやっていこうと思います。眉ですね、アイブロウ、アイライナーじゃない、アイルブロウからやっていこうと思います。はい、で私が使ってるアイブロウはこちらですね。反対か、こうかと、シュウ上村さんのアイブロウを使ってます。で、色が焦げ茶色みたいな色ですね。髪色が暗いので焦げ茶で結構なじみます。で、私の場合眉はこの隙間を埋める感じで塗ってきてます。いつも空いた隙間をこう埋める感じで塗って、あとは足りないところを足していく感じです。で、個人的に自分的に太眉ですね。細眉より太眉の方が好きです。眉どうだ？ちょっと確認します。うん、いい感じ。眉こんな感じで薄く塗った後に、次は今持ってたんですけど、こちらのケイトのアイブロウ使っていこうと思います。とこれも筆で描いていこうと思います。これアイブロウ専用のブラシですね。こちらのこの一番上の焦げ茶色のやつをやっていこうと思います。塗るとだいぶ濃いんですけど、後でなじませるんで、そこはちょっと、まあ今は濃いですけど。こんな感じかな？うん。あんま塗ると濃くなっちゃうんで、これくらいで。で、次に、こちらの、ブラシで、ちょっと余分な部分を取っていこうと思います。で、眉毛って結構こう上にこう毛が生えてるんで、それに向かってなじませていくとだいぶ綺麗に眉にアイブロウがなじんでくれるので、そうするとメイクする時も困らないかなって思うので、よかったら参考にしてみてください。その後にこちらキャンメイクのアイブロウブラシですねを使っていこうと思います。はい、アイブロウマスカラですね。アイブロウマスカラ塗り終わりました。で、次にアイシャドウしていこうと思います。次はアイシャドウですね。アイシャドウはこちらのシャネルさんのやつと、でもう、ま、あともう一つこちらのアミオクさんっていうやつで、これ韓国のブランドらしくて9種類の色が入ってるパレットになります。で、こちらのパレット普通のパレットとちょっと違うところがあって、中を開いてみると分かるんですけど、こちら、まあ、パレットの形状は他のブランドと一緒でこういう感じで載ってます。なんですけど、こちら手に取った時の食感がもちっとした食感になってて、
ツルツルしてるんですね。だからよくなんかアイシャドウとかでこう塗るときって筆とか指とかでもそうなんですけど、粉吹きが出ることが多いじゃないですか。でそれがこちらの商品はないんですよ。だからすごく塗るのはおすすめできます。で色も今回私が買ったのはオレンジブラウン系の色なんですけど、12種類ぐらいあるので、そちらもサイトの方からチェックしていただくと可愛いのがあるので、自分に合ったやつを選んでみると楽しいかもしれないです。はい、ということで早速アイシャドウ塗っていこうと思います。でまずこのアイホール、この目の上のアイホールのとこなんですけど、私結構キラキラさせるのが好きなので、このもうちょっと使っちゃってますが、真ん中のちょっと薄いピンク、サーモンピンクぐらいの色のやつをまずアイホールになじませていこうと思います。とこういうやつは手で取った方が綺麗になるので、今回は手で塗っていこうと思います。二重幅より少し上目に塗っていくと映えるので、ちょっと上目に塗っていこうと思います。色がサーモンピンクなので少し分かりづらいんですけど、この上からまた重ねて塗っていくので、とりあえず両方塗って、はい、今の状態だとちょっと分かんないですね。今の状態だとちょっと分かんないんで、ここにさっきのシャネルのアイシャドウを足していこうと思います。でも結構使い込んじゃってるんですけど、こちらの色を塗っていこうと思います。でこの場合は筆で塗ってきます。ちょっと濃くなったでしょ、ちょっと茶色みが強くなったと思います。アイホールは完成ですね。で次、二重幅に塗っていくやつなんですけど、二重幅に塗っていくのはいつもなんか色って結構分けてるんですけど、私の場合はオレンジ味のある色が好きなんで、オレンジのやつを使っていこうと思います。はい、こちらケイトのアイシャドウですね。こちらを使ってこの二重幅のところをメイクしていこうと思います。はい、ではこれを使って塗っていきたいと思います。こちらのオレンジのアイシャドウを二重幅のところに塗っていこうと思います。自分奥二重なんでちょっと隠れちゃうんですよね、メイクすると。だからちょっと上目に塗らないと見えない時があるので濃く塗ってます。一回ちょっと確認しますね。こんな感じです。ちょっとオレンジがわかるかなっていう感じですが、そしたら次にこちらですね、これ
もうほとんどなんか使ってるものケイトなんですけど、ケイトのの、なんて言ったらいいな、これはケイトのダブルラインエキスパート LB1 極薄ブラウンってやつですね。これはこの目のここの二重幅のところに描いていきたいと思います。まあいいや、アイシャドウはこう塗り終わったので、次にちょっとラメをキラキラさせるために上から仕上げをしていきたいと思います。でそれで使うのがこちらのケイトのケイトザアイカラーグリッターライトコーラルっていう色ですね。これを目のこの上になじませていきます。メイク動画とかやったことないから、ほんとこんなんでいいのかって感じ、マジで。で最後にまたさっき使いましたこちらのアイシャドウを使っていこうと思います。そう、このオレンジのキラキラしたやつをちょっとだけ上に塗っていこうと思います。アイシャドウは完成したので、次涙袋をここ作っていこうと思います。で涙袋は結構作るのも意外といろんな種類を使いながら作っています。でまず最初にこちらですね、これはダイソーのアールグラムのハイライトパウダー、こちらをこの目のこう微笑んだ時にできるここの涙袋のところに塗っていきます。多分太さは人それぞれによってあると思うんで、そこはみんなが合わせれるよう自分の好きな太さで塗っていくといいです。はい、で次にこれキャンメイクの、見えづらいのごめんなさい、マジで。キャンメイクのライフティングリキッドアイズってやつですね。こちらをで涙袋のところに塗っていきます。塗った後にこう手でなじませるとちょっとぷっくりします。化粧するのって結構もう普段だったらパッパッパーって感じでやるんですけど、説明しながらってなると結構もう言葉を使うのって難しいって思いました。指でなじませて、うん、ちょっとぷっくりしたかな。こちらケイトのケイトフェイクティアーズメーカーのピンク系のアイライナー、これアイライナーなんですけど、これ私あの
涙袋&うるみフェイク嘘泣きライナーってやつですよ。これ涙袋にも使えるってことで、こうペンシル状のタイプになってるんで、上から描いていきます。これ色はなんか4種類ぐらいあったんですけど、私はピンク色にしました。はい、涙袋はこういう感じにして、で最後はそう、結構なんかさっきも使ったこちらですね、こちらを使っていきます。やっぱね、自分に合うね化粧品があるっていうのはねすごくいいです。もうほとんどのケイトさんにお世話になりまくって、ケイト様様ですね。はい、でこのこちら100均のアイブロウペンシルなんですけど、この涙袋のところの下にニコって笑った時にできるここのこのところにペンシルで影をつけていきたいと思います。はい、で次にマスカラ。マスカラは今ちょっと最近マチエクしたので塗らないんですけど、美容液とビューラーだけします。で美容液はこちらの美容液を使っていこうと思います。アイドールのエッセンスグロスコーティングってやつですね、こちらを塗っていこうと思います。下まつげも一緒に。塗ったら本当はこれをなじませる癖があるんですけど、私はないんで、とりあえず本当の櫛でちょっと、でできたら次はアイライナー。はい、アイライナー、アイライナーはこちらの、これはメイビリンのアイライナーですね。メイビリンのこちらハイパープシャー、ハイパーシャープライナー R、 アッシュアンブラックアイライナーというやつを塗っていこうと思います。で私は目尻に沿ってアイライナーを描いていきます。アイラインはちょっと上げ気味で薄く塗っていきます。でこの後にこちらですね、ビセのアイライナーのブラックの方を重ね塗りしていきます。ちょっとは変わったかな。うん、こういう感じで薄く塗っていきます。で、そしたら、そうですね、今回は、こ
ちらのピンク色のケイトの、こちらケイトのコンシャスライナーカラーアイライナーなんですけど、ダスティーピンクっていう色で、こちらで色のアイライナーをちょっと付け足していこうと思います。はい、先ほど紹介したこちらピンクのアイライナーを塗っていこうと思います。で、さっき多分言ってたのに塗り忘れてて、塗り忘れたんじゃなくってビューラーをやり忘れて、だから今ちょっとビューラーこの後にやります。忘れました、普通に素で、すいません。アイライナーの上にこうピンクのアイライナーをのせていく感じです。で、ちょっと忘れてたんでビューラーします。ビューラー、はい、できました。そしたらマスカラはこちらのメイベリンのマスカラ使っていこうと思います。はい、ラッシュセーサーセーショナルってやつですね。じゃあ下のまつげに塗っていこうと思います。分かりづらいから確認させて。うん、下まつげが塗り終わりました。で、はい、次チーク塗っていこうと思います。で、チークはこちらのマックのチークを塗っていこうと思います。こちらもチーク専用のブラシで手に取って、で、可愛くしたい人はここにこう円を描くように塗っていくといいんですけど、ちょっと大人っぽく見せたい人はこう上に塗っていくと大人っぽく見えます。で、私の場合はちょっと上目に塗っていこうと思います。最後にちょっとラメが足らなかったので、こちらも韓国のメイクアイテムになりますね。こちらもリペリペラっていうところのシュガートゥインクルリキッドグリッターっていうやつですね。こちらの色を塗っていこうと思います。はい、最後にキラキラさせて完成させたいと思います。こういう感じで、ラメがキラキラしてます。見える？お、涙袋のところに、ちゃちゃちゃー、ちゃちゃちゃーって感じで。と、ほら、かわいい、ラメが。これ、ラメ光って見えるから、すごくかわいいんで、そう、下にこうやってちょっとつけるだけでもかわいいです。はい。本当の一番最後リップを塗って完成になります。メイクはで、リップはそうですね、何色にしようかなって悩んだんですけど、横にあるんでちょっとリップ、リップこちらのエモダのリップにしようと思います。はい、こういう感じの色です。こちらを、あ、これを塗る前に
塗っていくんですけど、縁取りしていこうと思います。で、縁取りはこちらのペンシルで縁取りしていこうと思います。塩上村さんのやつですね。はい、リップは縁取った方が綺麗に塗れるので、縁取ってから塗った方が輪郭は綺麗になります。口の形が、私の場合は下をこう輪郭取ってから上のこの山のところをこう輪郭取ってる感じです。じゃあ先ほどのリップを塗っていこうと思う。今日のメイクはこれで完成しました。イエーイ。ここからちょっと髪の毛もかけてたんで、ちょっと上げてたんで下ろして、はい、髪もアレンジして終了したいと思います。メイクは終了です。一旦ここでメイクは終わります。次ヘアアレンジの方いきたいと思います。はい、それじゃあ一旦バイバイ。メイクも整ったってことで、ヘアもアレンジしてちゃんとした出かけられるような格好にしていきたいと思います。で、まずヘアアレンジといってもめっちゃ簡単なヘアアレンジなので、誰でも真似しやすいヘアアレンジになってます。はい、で用意してもらうのがこちらの細いゴムですね。絡まらないゴム、セリアので、 M サイズのやつですね。と、持ってる人がいるか分かんないんですけど、今流行ってる革紐アレンジの紐、これローリーズファームさんのやつの紐になるんですけど、こちらを使ってアレンジしていこうと思います。で、まずは髪を普通に少しいつもにちょっと高めの位置で結んでいこうと思います。はい、櫛ですね、先ほど使ってましたが、この櫛で、ここ一まとまりにしていきます。人それぞれやり方あると思うんで、ちょっと上目にくくった方がいいですね。こういう時はこれくらいかな、これくらいにくくって、で整ったなって思ったら、まずそう、ここにあるんですけど太いゴムで一番上くくります。くれたら、こうちょっときつめに縛ります。普通にポニーテールしてください。ポニーテールというか、ちょっと高めの位置でくくってください、髪を。で、高めの位置でくくったら、その後に先ほどの細いこのゴムを使っていきます。で、この細いゴムを今回2個使います。人によって髪の長さによって合わせてくれたらいいんですけど、私の場合はミディアムなので2個使います。で、まずこの髪の毛をくくったところの真ん中、ここら辺にゴムを通しつけていこうと思います。で、そこも同じようにくくっていきます。真ん中に1個ゴムをくくりました。で、もう一つのゴムも先ほどくぐった真ん中より下目の位置、ここら辺ですね、ここら辺でくくります。本当にこれ簡単、覚えたら。で、ここに1、2、3とくくったまま場所があると思うんですけど、それを今からちょっとアレンジに変えていこうと思います。3つここにできてると思うんで、それをちょっとずつ形をこう丸い形にしていこうと思います。で、まず最初にこの一番真ん中のやつを
上と下を両方の手で引っ張ります。そしたら次に横を引っ張ります。こうで上下左右でしたら次斜めに引っ張ってまた斜めに引っ張ります。そうすると玉ねぎ型になると思うんでちょっとずつ手で調節しながら引っ張ってみてください。こうにしていきます。同じように感じでふっくらと膨らんだ形になっていると思います。で玉ねぎアレンジは完成しました。ここに紐をちょっとぐるぐると巻いていこうと思います。正面から見るとこういう感じです。でそこに先ほど紹介したこちらの革紐のアレンジを使って巻いていこうと思います。はい、こうバネになってるんでこうちょっと伸ばしていってはいぐるぐる巻きに巻いていこうと思います。でぐるぐる巻きにするときは下から上にこうくるって巻いてまたくるって巻いてまず私も最初これ買ってそんなに毎回使ってるわけじゃないんで上にだけぐるぐる巻いてきます。これだけでだいぶ抑えなと思います。はい、ヘアアレンジはこれで完成です。はい、巻けました。はい、後ろどうでしょうか。はい、できました。ということでね、今回はヘアメイクとアレンジをしていきましたけどどうだったでしょうか。この動画が良かったと思った方はコメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。まだ結構上げてる数も少ないのでなかなか投稿するには時間かかってしまうんですけど少しでも参考になってみていただければなって思ったので今回はメイク動画を載せてみました。でヘアアレンジもやってみました。でアレンジがちゃんと載ってるかわからないんで下手すぎたらごめんなさい。またちゃんと載せます。今回はこの辺で失礼します。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあ出かけてきます。ふー。